やつが来たか。おっしゃ来た。おっしゃー嬉しい。ブルブルオフィシャルアングラーの上津英子です。今回は私がメインでやっているおかっぱりの釣りとウェディング釣りですねをやっていきます。で、ウェディングでは後ろのこういうリーフのポイントに入って私の大好きなミーバイですね、カモンハタを狙っていきます。どうしてもウェディングの釣りが、まあ、潮が下げてる時しかできないので、潮位が高い時間は大好きな河川、得意な河川のポイントに入って、河川でも同じくミーバイだとかメッキ、チヌなどを狙っていきます。で、予報よりちょっと風が強くて波が高くなっているんですけども、安全第一で頑張ります。それではよろしくお願いします。流水、よいしょ、どんな感じだろう。全然前より暖かくなってる。ちょっと風が強いのが想定外なんですけど、水温はいい感じです。今のところ期待大です。あの辺、あっちのタイドプールを目指します。で、今回おすすめしたいルアーがこちらです。スネコンの50です。これメインで投げていきます。狙ってる魚種、こっちはもう沖縄の方言でイシミーバイって呼ばれてる関門ハタとか石垣ハタって呼ばれるハタ系の魚です。これ沖縄の、まあ、リーフって呼ばれるサンゴ礁のとこによくいる魚で、もうルアー釣り始めたての入門者とかにもおすすめの魚です。僕の一番大好きな魚で、まあこのルアー釣り始めたのが小学生の時なんですけど、もうその時に一番初めに連れてくれた魚で、自分にとってもルアー釣りを教えてくれた魚になります。なんでもう今でも思い入れがたくさんあって、よく狙う魚です。なんでスマホのフォルダもほぼほぼミーバイだらけになってます。ルアーの色を変えます。見やすい色がいいな。沖縄だとどうしてもこの使用してるラインが12ポンド、まあ3号ぐらいで太いので、ただ巻きで泳がせるとどうしてもアクションが足りない、動きが足りないので、今日も竿先でちょんちょんってツイッチして止める、トゥイッチングして止める、で竿先のロッドワークでルアーを左右に振って、その後のラインスラックでこうルアーが浮遊してるところで魚のバイトを誘うっていうのを基本でやってます。でもミーバイ狙うときは、ミーバイ世代が基本もうずっと岩の下とか障害物の下にいるんで、もう沖縄透明度高いんで、自分の目視で見ながら岩とかの影を通していって狙っていきます。だいたいミーバイはルアー食ってきたら同じ根に戻るんで、フックにかかってなければ同じコース通したらもう一回食ってくることが多いです。ああいう見てわかるような大きな根の周りって基本ポイントなんで、もうそういうところを第一に打っていきます。もう根の際を通してトゥイッチングで気づかせてステイで食わすっていう。よっしゃ食った、よしよっしゃ、記念すべき一匹目。お、待ち待ち待ち、油断しました。根に潜られたんで回収いきます。頼む、外れんでくれ、出てきておくれ。よっしゃー、はい、記念すべき一匹目は僕の大好きなイシミーバイこと関門ハタです。もうこういう本当歩いて腰ぐらいの水深あればどこでもいる魚で、今はちょうどこのこっちの根回り通したら食ってきました。で、サイズ多分20センチぐらいなんですけど、こんな魚でも油断すると今みたいに根に潜られます。じゃあリリースします。多分手前の岩に入っていく。おい、いけ、バイバイ。はい、じゃあ幸先よく1匹釣ったんですけども、さっきやっぱりあの根に潜られてしまったっていうのもあって、あと沖縄のこういうサンゴ礁の地形で釣りするとどうしてもリーダーに傷が入りやすいので、もうこまめにチェックして、傷があればもう随時カットして結び直してまた狙っていきます。で、まあこの根ずれチェックやらないとやっぱ切られてしまうこと多いっていうのと、沖縄の海ってミーバイ狙っててもタマンが来たりとか
オニヒラージとかヒラージ系食ったり、いつ大物食ってくるかわからないので、まあ、そういう魚も全部取りたいので、もうラインチェックはこまめに行って、あとフックのササギとかもこまめにチェックしてやっていきます。おい、食ったー。よし、食った。流してたら食った。これはミーバイ。これはミーバイだろう。よし。うお、ハーモニカ食いしてる。この子はさっきと体色が違う。よし。はい、2匹目来ました。この子もスネコンの 50S です。で、今日結構風が強いんで、今あっちの根の上キャストして、風ライン絡ませながら流してたらバーンってひったくってきました。マジこのゴンってちっちゃい魚なんですけど、目から出てきてこうひったくってる時にたまにパンって明確な当たりが出るんで、その瞬間がすごい気持ちいいです。で、かかった後は根にもすぐ潜る魚なので、もうとにかく根から剥がすっていう、あとはもうロックフィッシュの釣り方と同じですね。で、さっき釣ったやつよりちょっと体色が黒くて、やっぱああいう黒い黒っぽい根の上にいると、こういう風に濃い色、背景に合わせた色に変わっていきます。バイバーイ。で、今回、ウェディングをメインでやっていくんですけども、沖縄のウェディングのスタイルが、まあ、シーバスとかでやるフローティングベスト、ウェーダーっていうスタイルではなくて、フローティングベスト着て、海パン履いて、その下からまたスパッツも履いて、で、足元はまあスパイクシューズだったり、ウェディングのフェルトスパイクシューズを履いてやっていきます。で、ウェーダー使わない理由としては、泳げるぐらいあったかいので、ウェーダーを着る必要がないっていうのと、あと、さらし、どうしても波が強いエリアでウェーダー着ると、足元すくわれて転んでしまうデメリットとか危険性もあるので、今日もスパッツと海パン履いて立ち込んでいくスタイルが主流になっています。やばい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 、バラすね。これはバラしたくない。おっしゃ、また増え。あー、うっそショックー、的増えだった。やばいよー今日。うわー、取れたと思った今の、めちゃくちゃショックや今の。つけて、おっと、もちろん、もちろん、やばい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 、解説しようとしたら、あ、これ、あ、うっそ、絶対フック伸びた。もう絶対フック伸びた。うわ、また伸びてるまたやられました今度は2本。うわー、今のも多分同じく的増え、吹き吹き系やば。今ちょうどその流してたタイミングでドーンってひったくっていったんで待って、やばすぎん。やばい、なに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 、あ、だ、だ、だつだつだ、かかってる、あ、魚かかってる、かかってる、やばいやばい、切れる切れる。ちゃんとフッキングしたか。おぉ、やばい、魚がかかった。待ってよ待ってよ、これはマジで危ない。怖い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 、ダツ、怖すぎる。これはもうほぼ着ドンバイトでヒットしました。で、くちばしがすごい硬いのと歯がすごい鋭いんで、噛まれたらマジで血止まらなくなります。経験あります。なんで外すときは必ずこういうフックリムーバーみたいな、手元が離れてるもので。お、外れた、危ねえ。やって、で、
人に向かって飛んでくる魚なんで、ランディングとかも注意してください。はい、あれ惜しかった。絶対明日ランディングネット持ってくよ。ユウマヅメですね。ユウマヅメになって潮位がもう上がってきてるので、よく来るホームの河川に来てます。で、狙いは同じくミミバイなんですけども、同じミミバイでも種類が違うヤイトハタとか茶色丸ハタっていう大型になるミミバイの子供サイズと、あとはマングローブジャックって呼ばれるゴマフエダイを狙っていきます。クミホン 70S で、フックはもう両方ともシングルにしてます。結構ストラクチャーが多いので、根掛かり対策と、あとは不意の大物がかかっても取れるようにセッティングしてます。もういろんな都市河川特有のいろんなものが沈んでるんで、それについてるミーバイたちを狙ってます。で、よくなんか沖縄行くんですけど、どこ行った方がいいですかってよく聞かれるんですけど、絶対河川絡みの河口とか行った方がいいですよって言うんですね。釣りたいんだったらちょっと茶色い水の方がいいよ。多分栄養が多いじゃないですか。で、ベイトとかカニとかエビも多いし、ボラもと、沖縄でよくベイトなってるアシチンって呼ばれるなんか泥食い、あれがやっぱいっぱいいる方が浪人とかミーバイとかも回ってくるんで、レンジをもっと入れるためにナレージ50アシチンパターンとシングルフックリア1本、これとかアシチンとかカニとか食ってる魚にはドンピシャなんで、このラインメモリアルが釣れたライン、なんかいい感じに岩が沈んでる。メッキがめっちゃ入ってたら、あの忍者ギのしくった、よしくった、やべやべやべ、つい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 、おしおしおお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 お、あ、こっちよし、あー嬉しい。これはちょっと本命とは違うんですが、沖縄河川のターゲットの、うお危ない危ない、トスであるこっちです。南なんだっけな、なんかちょっと違うっすよね、本州のこっちと。この尻尾の黄色い模様とか、おい、バイバイ、ありがとう、嬉しい。で、今釣ったルアーがナレージ50のシングルフックチューン、ボトムをずっと狙うために値上がり回避でギアに1本だけこういうシングルフックを1本だけ入れてます。今もずっとボトムをこう小づくように、まあ、細かいリフトアンドフォールで誘ってました。なんかカニとかがボトムでこう歩いてたりとか、小魚がこうボトムで餌をこう小づいてるっていうのをイメージしてアクションしてます。マングローブから出てきた魚が狙いやすいんですよ。なんかついてる気がする。あ、ついてる？あ、出た。あ、乗った。よっしゃ。なんだ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 。ん？なんだ？なんかチンにした光、テレピアか？あ、やっぱテレピアだ。テレピアでした。おおおお、めっちゃ頑張るめっちゃ頑張る。自らフッキングしてくれた。ぶち抜くか。よいしょ、でかっ。沖縄ならではのターゲットの一匹ですね、テレピアです。マジで死ぬと思った。昨日2本ですね、
スネコのゴマレースでミーバイ狙い通りに取れたんですけども、ミーバイ以外のターゲットでマトフェフキーっていうのもいるんですけども、もう昨日ことごとく、コテンパンにやられてしまいました。ちょパターンとしてはもう食わせまでのパターンはしっかり掴んだんですけども、かけた後の対処だったりだとか、あとはフックバランスがちょっともう見直す必要があったなとのことで、2日目今から入っていくんですけども、昨日も本当に今まで僕がやってる中でもうちょっと異様に反応が多くて、おそらく今の接岸シラスベイト5センチないぐらいの2センチ3センチのこういう小さいシラスベイトが入ってて、そのサイズと色に多分このスネコンゴマレースのブルーブルカラーがドンピシャでハマっててバイトが集中したんですけども、昨日ちょっとフックが伸ばされてしまったんで、純正からフックをちょっとだけ太軸のものですねに交換して、あとはバーブも潰してます、返しも潰してささぎを良くして、この中途半端なフッキングをしてフックが曲がらないように対策してます。あとタックル面でいうとドラグをちょっと昨日よりもちょっと緩めにして、この首振りの時のショックとかですねがあるので、それを対処できるように対策してやっていきます。はい、では2日目ですね。昨日と同じポイントにやってまいりました。で、昨日ウェーディングした後に気づいたんですけど、大事な大事なランディング用のネットを忘れたので、今日はしっかり持ってきました。昨日ちょっとここに3匹ほど忘れ物をしてきたんで、それを今日取りに行きます。絶対取ります。これでお願いします。シャルーダスの20で行きます。昨日より潮位が高いので、サイズアップしたアピール力と、あと風に負けない飛距離で広く探っていきます。1投目、お、やばい、脱しゃ、食った、流してたら食った、なんかちょっと強いな、やばいやばい、これやばい、やつが来たか、お、来た来た、お願いお願い、待ってよ待ってよ、おっしゃー嬉しい、よし来たぜ、昨日の忘れ物、よし、はい、狙いのマトフエフキです。沖縄ではクサムルって呼ばれてるフエフキ系の魚です。スネコンががっぷり、今このちょうど岩と岩の間ですね、昨日も同じやってたあのドリフトの釣りライン先行でルアー U の字で引いて、人パンってひったくってった気持ちいい一匹でした。で、昨日の、まあ、教訓を、昨日のバラシを得てドラグの見直しと、あとフックも、純正からちょっとだけ太軸のやつに交換して、もうミーバイじゃなくてマトフエフキを狙ったセッティングでしっかりやって取った一匹なので、すごい嬉しい一匹です。はい、ではお疲れ様でした。今日も昼間、まあ、ウェディングの後に揚げ潮に合わせて河川まで来てみたんですけども、結果何もなく終了となりました。今回私がまあ動画でお見せしたウェディングの釣りと河川のライトゲームですね、ぜひぜひ参考にしてみてください。それではありがとうございました。